左側青のユニフォームがホームブラウブリッツ秋田、7、8月の限定のユニフォームで今日は戦います。そして右側がアウェー千葉、カーキ色のユニフォームです。試合が始まりました。画面左から右に攻めるのがカーキ色のユニフォームの千葉。サウダーニャボールを収めようとしますが、ここには稲葉がいる。さあ裏に抜けて矢田、チャンスになる。ナイスセーブを見せました田中。今のは完全に1対1のような状況でしたが、田中のビッグセーブがありました。そうですね、まずは中盤の競り合いの中から、あとはその収まりの中から左足のアウトサイドのパスとタイミングよく出た矢田選手のところでしたけど、後半が始まります。さあ秋田のボールから後半は始まりました。中の方が影響あると思いますね。さあこのセットプレー、リキック中ヘディングは決まりました。斉藤啓太、秋田先制。難しいピッチコンディションの中で先にゴールネットを揺らしたのは秋田です。このピッチのコンディションの中で、まあ、福井選手のキック本当に素晴らしかったですね。まあ、ピッチのコンディションというところありながらのキックの質と、あとはそれを信じて走り込んだ斉藤選手のスピードと、まあ、ヘディングもこう当てすぎずにね、うまくすらしたところも非常にいいゴールでしたね。本当にさあこうしたボールも全て止まっていくような展開。さあサウダーニャ前を向いていきますが、これはボールクロスを上げるミキ、ヘディングは返しました千葉。後半戦一気にこの試合が動いています。ミキのヘディングで千葉同点。即座に返していきました千葉。まあ、ここでシンプルなクリアをね、サウダーナ選手がボールを運んだところで、まあ意図的なことではなかったですけど、うまくそこに転がったところに矢田選手のクロスと、まあ、あとはやはりミキ選手のゴールへのポジショニングですね、はい。まあ、常に自分がゴールを取れるところにいるところと、まあ、ヘディングの技術も高かったですね。キックシュート自体も気をつけなければいけませんが、やはりそのこぼれの部分をしっかりとケアをしなければいけません。さあヘディングのところ、ここは田中雄大キャッチです。押し切れるか千葉、守りきるか秋田。このヘディングは逸れていきました、バーの上です。そして長いホイッスル、死闘と申し上げていいでしょう。前半と後半で全く違うピッチコンディションの中、サッカーを愛する全ての皆様へ、J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。